語る女装家です。今回のニュースはこちら。ヒロミスマイルアップ社ホームページにタレント名なんで載せちゃったんだろう、デイリーより。ということで、ジャニーズ事務所がスマイルアップと社名が変わったと。で、そのスマイルアップっていうのは過去の性被害に遭った人とかを保証する会社、そこに所属タレント名を載っけちゃうのは微妙じゃないかと。で、ヤフコメを見ると、事業の立ち上げとかに何度も携わってるという方が、こういう時は準備中だらけがセオリーですと言ってて、あ、なるほどなと。確かにそれが良かったのかもしれないですね。まあもちろん全然できてないじゃないかっていう批判もそれなりに来るだろうから、そっちを警戒してちゃんと新しいスマイルアップ社の方も情報とか整理されてますよみたいなことを示したかったのかもしれないんですけど、まあ難しいところですね。あ、個人的には別に載せても構わないとは思いますけど、ヒロミさんみたいな疑問批判みたいなものが出るのも普通かなと。ということで、これを見ているあなたはどう思いましたか？チャンネル登録、通知設定お願いします。また次の動画で会いましょう。